浜野義文君。はい、国民民主党の浜野義文でございます。コロナ対応にあたっていただいている全ての方々に心から感謝を申し上げたいと思います。そして政府の要請に真摯にご対応いただいております国民各界各層の皆さん方にも心から敬意を表したいと思います。私からまずはあの問題提起をさせていただきたいとこのように思います。あの緊急事態をですね。 脱却をしていく方針、これは極めて重要であるというふうに思いますけれども、私はそれに加えて、ですね最終的に収束をさせていく、そこに向けて、ですねどのように臨んでいくのかという考え方、方針をですねぜひご検討いただいて、提示をいただきたいと、このように考えておるところでございます。と言いますのも、今回のですねウイルスは、極めて厄介なウイルスであると。 いうふうふに言われております無症状の感染者の方々がですね無意識に感染を広げてしまうと、そして発症前の感染者の方々からもうつっていくと、もうこういう極めて厄介なウイルスでありますんで、私はあのゼロコロナというのはですね状態を生み出すことは極めて困難ではないかというふうに思っております。となればですねワクチン 国民の皆様方、大多数に接種が行き渡って、いわゆる集団免疫と呼ばれるような状態を国民的に作らない限り、収束にはならないんではないかと、私はこのように思っております。そういうところに向けてですね、どのように持っていくのか、検討いただいて、ぜひですね、方針を明示をしていただいて、そして国民の理解を得ていく、これが極めて大切だと思っておりますんで。 菅総理の御見解をお伺いしたいと思います菅内閣総理大臣中長期のビジョンを持って対策を実施すべきだというご指摘は極めて重要な問題提起と受け止めさせていただきます現時点ではまずは足元の感染拡大を防ぐために 断固たる対策を講じて、緊急事態宣言のレベルであるレベル今、ほう、いち早く脱却をしてレベル3に目指していく、このことを現時点においては目標として取り組んでます。その上で、ご審議いただいてます特措法改正案の早期成立を図り、より実効的な 感染対策を実施するとともに感染対策の決め手となる今言及されましたワクチンワクチンについて円滑に接種を進めていきたいと思っていますいずれにしろ政府としては一日も早く感染を収束させて国民の皆さんが安心して暮らせる日常そして賑わいのある街こうしたものを取り戻すことができるように 全力で当たっているところであります。浜野君、まああの残念ながらですね、あの中長期的なあの方針を検討するという言葉はいただきませんでした。まあ確かにですね、えー、先を見通してですね、収束にどう持っていくかという方針をですね、あの示すのは私もなかなか難しいことだということは思います。まあしかしながらですね、いつまでにどうするかということではなくして。 どういうような道筋でもって収束をしていくのかという考え方はですね、ぜひご検討いただいて国民にイメージをしていただく。これが極めて大切だと思っておりますので、ぜひお願いを申し上げたいと思います。それからですね、まずはこの緊急事態脱却をしていくということがもう極めて大切で、それが最優先でありますけれども、私はですね、その後の対応もですね、やはりしっかりと。 検討していく必要があろうかという,ふうに思っておりますえと言いますのも、この事態を脱却してもです、ね、直ちに社会経,経済活動を元に戻すというわけにはいかないんだろうというふうに思います、やはり相応のやはり自粛をです、ね、国民にお願いせざるを得ないんだろうというふうに思っております。そのあたりをどのようにお考えか、そしてです、ね、そういう状態が残念ながら、長期戦になっていくということを覚悟せざるを得ないというふうに思います。 やはりそうした中では、やはりしっかりと国民に対して支援を行っていく、これも極めて大切なことであります。我々国民民主党はです、ね、国民1人当たり1万円の給付、さらには持続化給付金、これをです、ね、再度行っていくということを問題提起をさせていただいているところであります。ぜひ検討いいいいいたたただきたいと思いまますすけれどもご見解をお伺いいたします西村国務大臣 あの私どもあの、データに基づいてです、ね、さまざまな状況を想定しながら、えー、中長期的なシミュレーションなども行っておりますし、まだ、いまだ変異株の特性などですね、分からないことも多いものですから、なかなか難しいわけですけれども、いずれにしましても、検査の拡充なり、ワクチン、えー、総理が申し上げました、そして特措法の改正によるまん延防止措置、こういったもので、えー、しっかりと感染拡大しないのを抑え込んでいければと考えております。その上で、えー 今回の緊急事態宣言、昨年の春とは違って、ですねかなり業種、対応を絞った効果的な対策を徹底しているところでございます。ご指摘のように、厳しい影響を受ける事業者はおられます、不安を抱え、生活に困る方々もおられます。今回、180万円の協力金、一時金、最大40万円の一時金、それから緊急小口の資金など、さまざまな対策を講じてきているところでありますけれども、その上で、緊急事態宣言を延長することとなりましたので、 今後の感染状況、あるいは経済の状況などもしっかり注視しながら、え予備費3.8兆円もございます、こうした活用も含め、機動的に必要な対策、講じていきたいというふうに考えております時間が終わりましたので、これで終わりますけれども、ぜひあの中長期的な方針、考え方ですね、ご検討いただきたいというふうに思いますし、えー、国民1人10万円の給付の検討、持続化給付金再度行っていただく、これを検討していただくことをお願い申し上げ、 終わらせていただきますありがとうございました